森ヌーハイの島川です。ソプ先生、はい、今ベトナムはどのぐらい住んでますか？ベトナムは5ヶ月、6ヶ月ですね。5ヶ月。私は1年半ですね。1年半。はい、ここで日本語の先生をやらせてもらっているんです。はあ、素晴らしいです。はい、でもちょっと昔からですね、はい、実は日本の漫才っていうのをやってみたかったんです。漫才は2人で面白い話をして、お客さんを笑わせる、はい、そういうものなんです。素晴らしいものですね。そうですね、はい、ちょっとやってみましょうか。やってみましょうよ。はい、はい、では早速見てください。はい、おー、はい、ジェフソップです。はい、ズモリの島川です。はい、先生、はい、先生はモテて仕方ないですか？え、いや、そんなことないけど。先生、モテないはずがないでしょ。はずがない？私も同じだ。はずがないやったんですか？あ、大丈夫大丈夫。最近先生、ホアンキムで、うん、ナンパされたことありますか？ナンパしたことありますか？ナンパ？ナンパしたことはないけど、はい、どうですか？やっぱり綺麗な女性多いかな。綺麗な女性、はい、はい、やっぱりそういう女性を見ずにはいられない。はい、見ずにはいられない。うん、そうですよね。ナンパせずにはいられない。いられないですね。ああ、そうですね。やっぱりフェイスブック欲しいですね。ああ、フェイスブック、うん、ああ、ベトナムはフェイスブックが有名なんですね。すごいですよ。みんなね、2つはもうアカウント持ってます。あ、2つを持ってないはずがないですか？そうですね。ああ、なるほど。2つ3つ持ってると思います。2つ3つ。はい、じゃあベトナムで、うん、セクシーな女性は何と言いますか？え、それ知らないですね。それは、ソフ先生、ご存知ですか？私は、うのーんって聞きます。ゴーンうのーん、ちょっと待って、それは、はい、うのーんって、美味しいじゃない？美味しいですね、美味しい。美味しそう、美味しそうだね。ダメダメ、それ。はい、私は言わないよ。美味しくないはずがない。美味しくないはずがない。なるほど。はい。ということで。うん。あとね、僕は街を歩いてて、街を歩いてて、青剤の女性を見るんですよ。青剤、青剤知ってますよね。綺麗ですね。もうやっぱり足が長く見えるんですよ。あれ、足だけ長く見えるんですか？そうそう、足だけ長く見える。ちょっと胸がちょっと、ああ、胸も綺麗に、はい、やっぱり私もバイクに乗ってて、はい、そういう青剤の女性がいたら一瞬こう見ずにはいられない。見ずにはいられない。そうそう、なるほど。ああ、時々ぶつかりそうになる。見てないはずがない。見てないはずがないですね。そうそうそう。あ、なるほど。先生はどうですか？僕はもうもちろん青剤もいいですけど、ベトナム人はあんまり洋服を着てないですね。はいはい、基本的にもうこういうのしか着てない。よく肩をね、出して、あとお腹とか出して、 あとパンツもみんな、あ、パンティーみたいな、こうちょっとスカート短い、トランクみたいな、うん、だからもうあんまり服を着てないんだな。パジャマしか着てないな。はい、そう、それで、うん、それで、うん、あ、もうまあまあたまたま、あのーんのーんと言います。はい、危ないですよ。危ないですね、気をつけてくださいよ皆さん。はい、それとね、私はよくズモリで、はい、ズモリで授業日本語を教えています。あ、先生も教えてますね。僕もノーハイ教えてます。ノーハイN2 です、はい。授業してるときに、はい、やっぱりどうしても恋人はいますかって聞くんですね。はい、恋人いますか。そしたらね、絶対 100% ね、はい、いえ先生、私恋人いません、あー、いないって言うんですよね。はいはいはい、でもね、そういう人はそういう人に限って、そういう人に限ってすごい綺麗なんです。なーん。そうですね。で、絶対彼氏がいないはずがないです。彼氏がいないはずがない。そういう時はフェイスブック、フェブを彼女のフェブを見ればいいじゃないですか。うん、そうだね。はい、確認してください。ちゃんとこうカップルで撮った写真がある。うん、それが証拠に、クラスが終わった後に、クラスが終わった後に、私彼氏いませんって言った。言った。ただもう時間になりました。はい、今日はここまでです。終わりです。はい、お疲れ様です。では皆さん、ズンモリの教室で待ってます。はい、待ってます。じゃあねー。